バナナ専用輸送用の全長40フィート型の冷蔵コンテナ。コンテナは積み込む貨物の多様性から要求される。コンテナの種類も多くなる。またサイズも20フィート型及び40フィート型の2種類を中心として複数ある。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災での即応対応ができた。 災害救援活躍の事例。神戸市奈田曇り号町三丁目の宮前、商店街付近で震災後、わずか2日後に始まっていた海上タンクコンテナを利用した飲料水の給水活動風景。当時、海上コンテナ取り扱い量が日本一を誇っていた神戸の特徴を生かした対処法として、神戸市の公式記録に残されている。 海上用コンテナを航空機に搭載する複合一貫輸送の代表事例。アメリカ軍の C-17A 輸送機に専用の薄型パレットに乗せて積み込まれる40フィート型海上輸送用コンテナ。インターモーダルコンテナとは海上コンテナとも呼ばれる輸送コンテナであり、複数の輸送モード間を積み荷の積み替えなしで輸送するインターモーダル輸送に 適した設計がなされており、国際的に標準化されている。海上コンテナは、主に材料や製品を効率的かつ安全に保管、輸送するために、国を超えたコンテナリゼーション貨物輸送システムとして、世界規模で使用されている。また、海洋国内の限られた海上地域を利用して、本土と離島間で内航コンテナ輸送も行われており、 これに対しての大義語は外交コンテナである。国際的に流通している海上コンテナには様々な規格サイズが存在するが世界の9割以上はドライコンテナであり耐久性のある密閉型スチールボックスで横幅はほとんどが8フィートである。一般的な高さは8フィート6インと9フィート6インであり後者はハイキューブまたは ハイキューブコンテナとして知られる。コンテナは用途に応じて規格化されているため、規格に対応した船や鉄道、トレーラーなどの異なる輸送手段間で、積み替えが簡単に行える。このために、工場や物流施設などで荷物を詰めたコンテナをそのまま、トレーラーで運び、コンテナ船や貨物列車に乗せて、各地の港や貨物駅まで一括して輸送する。 到着後に再度トレーラーに乗せて、倉庫や店舗へ配達することができるので、この流れはと呼ばれている。これらのコンテナ2役は機械化されているため、2役の手間、コスト、時間を大幅に削減でき、また盗難や汚損の危険も小さくなる。現在につながる海上コンテナ輸送は、1956年、マルコム・マクレーンが、 中古軍用タンカー改造によりコンテナ船を用意し、ニュージャージー州ニューアークからテキサス州ヒューストンまで58個の金属製コンテナを積んで運航した。コンテナが普及したのは1960年代からのことであり、コンテナの登場は物流の一大革命であった。コンテナ船は年を追うごとに大きくなり続け、2014年には 19000TEU。 2017年には2万 TEU を超え、超大型コンテナ船が続々と記録を伸ばし、就航している。さらにコンテナ船が巨大化すると同時に、メガガントリークレーンと呼ばれるコンテナ専用の大型クレーンの設置が進行するなど、コンテナは世界の貿易や物流に大きな影響を与えている。アントノフ輸送機など異なる複数の輸送機関を使って、 運ばれる20フィート型電源コンテナ。形式タイプコードは、コンテナではないが、箱型トラックの荷台で重量物の荷崩れにより、車体が右側に大きく傾いた事例。輸送中での急ブレーキの衝撃で、多くの荷物が前のめりに荷崩れを起こした事例。ルアーブルの港に積み上げられた大量のコンテナ群。一部には、8段積みも見受けられる。 ソラコンテナ専用のコンテナデポやコンテナ製造メーカーの製品保管ヤードでは現在のソラコンテナ200専用のトップリフターの200能力の関係で積み上げ限界目安の8段に望みされた光景は世界中で見られる限られた敷地を有効に使える反面強風や地震には非常に弱く倒壊しやすい そこで積み上げたコンテナ群の外側から内側に向かって3から5列を使い、倒壊防止に階段積みにして外壁代わりにしたり、ワイヤー等で縛ったりして厳重な補強が必要である。なお、日本国内では近年の台風や地震などによる自然災害の多発を受けて、業界内での申し合わせた安全基準として、いずれのコンテナの場合でも最大積み上げ数は5段。 積みまでとされている。さらに5段に積み上げられたものの中長期にわたってコンテナの出し入れがない場合にはワイヤー等でコンテナの最上部と別コンテナの最下位部等を助けがけする様に推奨されている。また使用している空込み用のトップリフターも5段対応までと制限されている。海難事故により大量の放落したコンテナが 海上を漂う大きな原因の一つとなっている。海面すれすれまでに水没して海上を漂うコンテナは豆腐を浮かべたような水平に安定した状態になることはあまり考えにくく、本体の材質や内部の積み荷の無積載状態、あるいは室内の空気の抜け方により、むしろ尖った氷山が水没したようであったりする。 そして海上を漂うコンテナはその状況にもよるが、総じてレーダー等には映りにくい。また事前に漂流情報を受けて、肉眼での意識した警戒見張りでも、夜間は無論、日中でもコンテナのカラーリングによっては、非常に発見しにくい場合も多々ある。例えば肉眼時での一例として、コンテナ全体が、白系統や光が反射しやすい。 アルミ表面露出の多い個体は昼夜を問わず比較的見つけやすいが、日中では海面と同化しやすい青系統や、真っ暗闇の夜間では黒系統はもちろん、闇と同化しやすい赤系統や茶色系統などが特に脅威になりやすい。またコンテナは、その製造時の合格検査では、上部四隅への垂直荷重試験で、個体総重量の倍弱程度の荷重に耐えられる。 強度が要求されている。さらに、近年の2万戸積最急のコンテナ船では、10段以上で積み上げることも珍しくはなく、当然のことながら最下位段のコンテナにはこれらを、加味すると、最大数百トンもの荷重に耐えうるように強固な、作りで、四隅が尖っている。このために、もし衝突すればたとえ大型船でも最悪時には、沈没を招く恐れがあり、 コンテナの海上漂流は公海上での大きな脅威となっている。このようなコンテナの漂流事項を扱った作品の一つに All is lost 最後の手紙がある。主な海上コンテナの全長比較図。主な海上コンテナの全長比較図。最下位1段目より、イコール20フィートコンテナ2個1列。2段目イコール40フィートコンテナ。3段目イコール45フィートコンテナ。 4段目イコール48フィートコンテナ。最上位5段目イコール53フィートコンテナ。45フィート以上のコンテナ上下部分には、両端部のツイストロック用ホール以外に、世界的に広く普及している40フィートサイズ対応での2役機器を有効に活用できる、要、側面部の角、長手方向一辺張りの途中部位に、40フィートサイズに合わせたツイストロック用ホールが、 必ず設置してある。ISO668 規格での海上コンテナの長さは主に20フィート、40フィートの2種類がある。幅は8フィート、高さは8フィート6インチだが、9フィート6インチのハイキューブコンテナも普及している。長さが45フィートタイプのコンテナも新たに2005年に ISO 規格化され、主に米国中国間を呼び、 アジア主要国間などで普及しつつあるが、それを積載したシャーシはごく一部の例外を除き、現在の道路交通法下では、日本国内の行動を走れない。このために、日本で見かけるのは、港に海外から寄港したコンテナ船上での積載状態の風景か、これらのコンテナ船が接岸中に、 コンテナに役作業の都合で、一時的に船上から下ろし、隣接するヤード内で仮置けしているなど、ごく限られた条件下の場合に限られる。海上コンテナの最大総重量は、20フィートタイプでは17,950から2万4 0 0 0ラム、40フィートタイプでは26,770から3万4 8 0ラムであるが、 世界的な物流環境の変化に伴いかきの積載規格表示画像例の表記にもあるように近年製作されている20フィートタイプでは3万4 8 0ラムでも対応可能になってきているただし実際に最大総重量を3万4 8 0ラムで輸送する場合は20フィートまたは40フィートのいずれの場合でもコンテナの紙面に目立つように 黄色地に黒色太地の三角線で囲んだスーパーヘビーまたは白色地に赤色太地の三角線で囲んだスーパーヘビーのいずれかの警告シール貼り付けが必要となる。海上コンテナの自重はドライコンテナで20フィートタイプが約2 3 0 0ラム4 0フィートタイプが約3 8 0 0ラム低温輸送用のリーファーコンテナで 20フィートタイプが約2800キログラム、40フィートタイプが約4200キログラムである。なお、これらを含むコンテナ個々のコンテナの詳細な情報は、外壁のある場合は、妻側の開閉できるドア表面、ドアのないまたはタンク等の外壁のない場合は、片妻側のメインとなる妻側面の見やすい適切な場所への記載が、 ISO 6346により義務付けられている。なお海上コンテナの事情やその他の詳細は制作するメーカー及び付属する備品や装置、機器類のほか材質や制作年代等により若干異なる。123567890コンテナ詰めされた一般貨物は基本的に以下のように流れる。ただし特殊貨物や 工場へ空コンテナを運んで直接コンテナに詰める工場版詰め貨物などについてはこの限りではない。荷主から持ち込みまたは集荷した輸出貨物を通関業者などの保税増置上に搬入し隠し手続きにより通関する。使用するコンテナ所有会社のバンプールからコンテナ専用車足で空コンテナを引き取る。この時コンテナ専用車足のドライバーは 荷主とターミナルオペレータとの間でコンテナの状態を確認するために使うウェアと呼ばれる書類などを受け取る。通関手続きが完了次第、保税増地上にてコンテナに貨物を詰める。詰め終わったコンテナのドア口には防犯用に船会社から配布される管理番号が書かれたシールという封印をかける。輸出貨物の入ったコンテナを再び専用シャーシで 船会社のコンテナヤードに搬入し、2 0日まで一旦増置される。全校の輸出貨物の荷造り計画に沿って、提出されている輸出関連書類に基づき、2役プランナーが、個々のコンテナの向け地や、重量などを緩和にして、本船上における積載位置などを計画する。同時にコンテナヤード内においても、積載プランに応じて関連する、各種コンテナの配置替えを行う。 二役当日、ストラドルキャリア、またはトランスファーテナーなどによって、ヤード内から順番にコンテナが搬出され、そのまま直接ストラドルキャリアで戦速に運ばれるか、または大規模なコンテナターミナルでは、本船二役専用の特殊シャーシーに乗せ替えられ、戦速へと運ばれる。ガントリークレーンにより、コンテナ二役専用のスプレッダ装置をつけて、日本国内では、 20フィートコンテナの2役の場合には、単独1個または2個を横並び1組で40フィート扱いとして、また40フィートでは単独で1個ずつ釣り上げて、本線に積み込まれる。戦争内は大抵、セルガイドという横ずれ防止用のレールがあるので特に、固定する必要はないが、甲板状に積む際には上下のコンテナ同士を、ツイストロック、オートロックなどの器具で固定するほか、 波での横揺れや強風でも荷崩れしないようさらには、一段目三段目までのコンテナを、ラッシングバーまたはターンバックルなどで固定する。なおこの作業は、基本的に人力である。この時、チェッカーが積載プラン通りに積み込まれたか、積載プランと違う場合は、どこのポジションに積まれたかを確認する。到着地では船積みとは逆の順序で、ヤードに増置され、 貨物はコンテナに入った状態で輸入車に委託された、各々の通関業者によって通関される。コンテナそのものも輸入品であるが、国際コンテナ条約により船会社がまとめて簡易通関する。なお、コンテナを船から上げる際、チェッカーはコンテナにダメージがないか、ドア口にかけられた封印シールの管理番号が正しいかを確認し、ダメージや、 管理番号が違う場合は、二役担当会社に報告をする。専用シャーシにて封印されたコンテナを引き取り、配達先の倉庫や工場へ運ばれ、中身を出す。そして空になったコンテナは、そのまま専用のトラクターに牽引されて、コンテナ所有会社指定の空バンプールへ、階層返却されて一連の流れが終わる。 コンテナヤードにうず高く積み上げられた MSC 社所有の20フィート新品コンテナ群。海運事業者が海上コンテナによる円滑な物流サイクルを行うために必要とされているコンテナ個数は取り扱う貨物量や区域のほか、コンテナを実際に所有し提供する事業者の規模やコンテナ管理能力にもよるが、 概むね輸送貨物を搭載するために必要個数の約3倍程度の倉庫数のコンテナが必要とされている。例えば、ウィキペディア機船というコンテナ専門開運会社が国際航路の A 地区にある自社専用コンテナターミナルと B 地区の自社専用コンテナターミナル間を往復輸送する定期航路で20フィート換算で2万個積載のコンテナ船一隻で ウィキペディア基線マーク入りコンテナだけを専用輸送する場合にはある意味で約6万個規模のウィキペディア基線コンテナを用意する必要がある。無論、このウィキペディア基線が複数の航路を持っていれば用意するコンテナの必要数は軽く見積もっても何十万個に膨れ上がることも珍しくない。当然ながらコンテナを調達する資金だけでも軽く。 何百億円を超える等の天文学的数字となる。前期のウィキペディア規制の事例を洗い計算の一例として、コンテナ製に地定期航路あたり6万個を中国産20フィートドライコンテナ1個の新品価格、約20万円で用意するとして、金額を計算すると、1定期航路につき20万円6万個で約120億円となる。さらに、 自社の所有物として入手したこれらのコンテナは、その宿命として日々流通の過程で錆びたり破損したりするので、当然のことながら所有するコンテナを維持管理する管理費も発生し、この金額も利益を左右する大きな要因となってくる。また、物流の致命的な欠点として限定された固定容量貨物の定期サイクル輸送等のごく一部の 例外を除けば、ほぼ物流量が一定することはなく、コンテナの需要は、季節、地域、時として想定外の有事によっても変化する。したがって、必要とする、コンテナ所有数を事前に確定させるのは至難の技となるので、この問題を解決したり、緩和するために、必然的に生まれ発展してきたのが、コンテナリースである。 コンテナリースのメリットとして、以下の点が挙げられる。以下に、主なリース契約スタイルを記す。その名の通り、長期間にわたって借り受けるリース方式で、借り受け期間は、短い例では1年から始まり、最長ではコンテナが朽ちて、使えなくなるまでのリースも可能ではあるが、実務的には、借り主とリース会社のそれぞれの思惑が、色濃く反映される契約となり、 通常は3から5年程度の契約が多い。なお、数年程度の契約終了後に、同じコンテナを引き続き使うために、再契約もできる。これらのことから、ある意味、リース期間中は、専有的に使用ができるために、分割払い要素の強いリースとなる。また長期間の場合は、仮受け年数やリース会社の営業方針にもよるが、 借り受け者のロゴマークや社名等も表示できる場合もある。これにより、あたかも借り主の自己所有感覚でも使えるので、資金力が弱い小規模な会社はもちろん、世界的に事業を行う巨大会社でも、自己保有による購入資金への投資の抑止策として、ある意味での企業規模を問わず盛んに利用されている。ただし、契約期間中での途中解約は、 原則的に認められず、場合によっては違薬金等のペナルティが課せられる。前期の長期リースを進化させて、契約期間終了後にリースを受けていたコンテナの所有権を借り主に変更し、自社所有のコンテナとなる契約で、実質的には必要とするコンテナを分割払いで購入する、金融的なリースとなる。契約期間にもよるが、当然のことながら、 リース期間が短い場合には、中古品としての残存価格に応じた追加金が発生したり、逆に長期間使用した契約では無症状ともされたりする。ワンウェーリース社が所有する、量彩開き、ドライコンテナ。コンテナ側面両端にそれぞれ、フロント、リアの表記がしてある。 リースで調達したコンテナでの貨物輸送上において大きな障害となる事例として貨物輸送が一方向のみで片道しかコンテナを利用しない例があるそこで片道のみコンテナを借り受けるリース形態をワンウェイリースと呼ぶ例えば輸出国である A 国から輸入国となる B 国を手に利用する事例で着地の B 国では 特にこれといった輸出ができる貨物がない場合、当然ながら輸入で使われたコンテナが、そりゃコンテナ状態でどんどん B 国内のデポに溜まり続けるという、いわゆる不均等な現象が起こる。また特殊コンテナの代表格である、タンクコンテナなどは、ある意味での使い捨て的に利用される率が高い。このため当然のことながらリース会社としては、デポ管理上も、 また流通管理上いずれにしてもできるだけ避けたい事案となる。このような場合にはリース料以外に追加で割増金を徴収し、使用者になるべく往復で借りてもらうように促したり、リース会社が未然に起きって需要地区へ改装したりもする。そうしたリース会社にとっては頭の痛い事案の中で逆に溜まり続けるデポから借り出してくれるありがたい使用者には、 リース契約期間中での数日分の料金を無料にしたり、数がまとまる大口契約では、おまけのコンテナを付けたりと、できるだけ過剰在庫とならないように努めている。このような事例として、分野は違うが、小型トラックなども扱うレンタカー店で、飛び込み客が、箱型の2トン車を希望するも、在籍する、箱型車が全てで払っていたが、 たまたま残っていたあまり借り手のない工学設定の2、トン冷凍車を、冷凍機を切れば、ただの箱車なので、料金値引きますよ。と進めて、特殊車両の稼働率を上げる事情と同じ理屈である。しかし、それでもソラコンテナ在庫が溢れる場合には、最終の手段として、貿易摩擦等での想定外事例でも、見受けられるように、不良在庫となってしまった、ソラコンテナを、 売却処分することもある。その一例として、日本国内のある中古コンテナ業者の営業用うたい文句には、新品コンテナは、生産国から一度だけ貨物を入れて輸送された、ワンウェイ輸送コンテナなどの記述がある。つまり、この中古業者は、リース業者が売却する、状態の良い、不要在庫となったコンテナを仕入れて販売しているが、不要在庫がいつ発生するかは、 中古業者側で把握できず、入荷するかはどうかは全く目処が立たないという、ジレンマも抱えている。コンテナ貨物輸送に大きな不均衡がある状態においては、ある意味、リースコンテナとしての在庫管理が難しいものの、貨物がある限り片道仕様の需要は、途切れることはないので、絶対的に必要とされている、リース形態のために、中古業者までもが複雑に関わって、 ワンウェイリースという特殊な形態で発展してきている。前期のワンウェイリースとは反対に、貸し手側、借り受け側ともに、メリットの大きい、往復の輸送需要がある場合に使われる、契約スタイルである。ただし、最大の制約事項は、最初にリースコンテナを借り出したデポから始まり、使用後の返却も、元あった場所へ返しましょう的な意味合いで、 最初に借り出したデポへ返却して一連の契約は終了する契約である。しかし、最初の借り出し地域や実際の複雑な貨物輸送の流れで、どうしても最初の借り出しデポへの返却が難しくなったり、返却すること自体が足かせになって思うような貨物輸送が結果的に達成できない等の多彩な問題ケースも発生してきた。そこで、 最近の流れとして、例えば、エイリース社の品川不当デポ発であっても、返却は、近隣の大国不当デポへの返却は無論、反対側の千葉県、船橋港デポでも可能とするなど、返却可能地域も拡大されて、より一層のリースコンテナの便利性を高める、契約内容へと変化してきている。この理由は、エイリース社が管理する東京湾の品川不当地区の、 デポからリースが始まったが、荷主や借主の事情でどうしても、同じエリース社が管理する近隣の横浜港の大国不当地区のデポへ返却しないと円滑な貨物輸送ができなくなるという事態があったとする。その時に、従来の必ず貸し出しデポへの返却契約では、こうした事態が生じると、借主は次回の利用では、融通の利く。 別のリース会社を検討せざるを得なくなる。これでは、自社管理のデポにコンテナを返却してもらったにも、かかわらず、大事な固定客をミスミス逃がしてしまうことになりかねなく、なるからである。またラウンドリースの最大の特徴は、一往復だけでなく、続けて何度でも往復利用が連続して可能である。往復利用が連続してあることから、コンテナのリース期間が、 半年くらいにも及ぶこともあり得る。これらの取扱い現状から、ラウンドリースは、返却地域こそ、ある程度の範囲を決められてはいるが、それ以外は、特段の、縛り的なこともないので、ある意味、一種の長期リース的な意味合いも含まれている。リース契約とも言える。別名、トリップリースとも呼ばれている。ある意味、 単発的に借り受ける契約となるのでほぼ、レンタル的な内容であり、借り主はレンタカーを借りるように、必要な時に、必要個数を、必要期間だけ借り受けたいという条件で利用する。また、リース会社も、借り主の要求に適合する条件のコンテナ在庫があれば貸し出すが、なければ断るという非常に単純な内容となっている。スポットリースの場合、 借り主は持ち出したコンテナを原則として元の場所へ返却することが条件となる。このリース契約の最大の特徴は長期リースと前期のスポットリースを組み合わせて例えば大量のコンテナを必要とし世界中で頻繁に運用する借り主には大変便利な契約方式である。マスターリース料金設定の仕組みには以下の方法がある。 リース料率協定契約例えば、前もって包括的に二十フィートドライコンテナの貸し出し料金が一個につき1日ドルでリースすると契約した場合、契約リース会社の関係する世界中のどこのデポで借り出しても同一の料金で提供される。つまり、たとえアフリカ内陸奥深くの平地的なデポであろうとも、シベリア地区の雪深い極寒のデポでも一切、 関係なく、最初に契約した、1個につき1日ドルの定額で、借り受けられるので、いわゆる大口契約者としては、非常に、経費予算の立てやすい便利な契約であり、リース会社としても大口かつ継続性のある、お得意様を獲得しやすくなるので、このリース料率協定契約の運用は、リース会社の経営手腕が問われる分野でもある。また、借り主、 リース会社双方はこの定額以外の条件は、その都度の契約となる。なお、それ以外に、活発にコンテナが貸し出されているデポから借り受ける、場合は、ベッドプレミアム的な料金が追加される。また逆にワンウェイリースと同様に、ソラコンテナ在庫が、どんどん積み上がる不良デポへの返却には、 抑制料金が追加されるので借主はそれらの経費と輸送収支のバランスを検討する必要も出てくる。高速条件付け契約前期のリース料率、協定契約には特段の高速条件はないが、この高速条件付け契約では前期の契約条件に加えて借主とリース会社双方へ何らかの高速条件を付け加えた、ある意味。 縛りのあるリース契約となる。例えば、借り主は契約期間中には常に決められた一定の最低借り受け個数を使用し続ける義務を負うこととなる。逆にリース会社側は需要増加時にはあらかじめ決められた月間供給最低個数をたとえ同業他社から未然に切きって調達してでも途切れることなく供給保証する義務を負うこととなる。その他にも シコトリトンインターナショナルシーキューブドンファンタルチュックスザインズ2009年テックスに統合現在退役が進み見かける機会も減少アンフォゴンマジェロン2017年に倒産その後マジェロンが保有するコンテナをテックスが取得オーシャンコンテナグループ2020年テックステーナーに統合その後オフィシャルカードゲームが保有するコンテナをテックスが取得 カーライルリーシングインタープル、日銀、日本コンセプトイグジフシュトルトタンクユーロテーナーがある。タンクコンテナはその性質から同一荷主が使い回すことがほとんどのため荷主の所有物であることが多い。しかし、積み荷の性質に派生する修理、点検やタンク内外の洗浄メンテナンスのほか、各国の法制度等の事情による検査手続きの複雑化など、 膨大な維持、管理コストがかかるため、その節約、効率化が課題となる場合もある。こういったニーズに対応し、タンクコンテナを専門にリースする会社も多数存在する。一例として、タンクコンテナリースを取り扱っている日本の代表的なリース専門会社には、日本コンセプト、飛陸、日本石油輸送などがある。基本的に、海上コンテナは、船会社や、 物流輸送専門会社、リース専門会社の所有物であることが、ほとんどのため、輸出のコンテナ詰めをする際には使用する空コンテナの所有会社などから引き取り、また、輸入貨物を出して、空になったコンテナは、所有会社などに返却する。海運会社では、空のコンテナを席戻して、他の港を周回し、空のコンテナに貨物を積み込んでから、 最初の港に戻ることで効率化を図っている。なお、運賃の変動により空のコンテナを輸送した方が儲かることもある。高さが8フィートコンテナを積載して地上高が3.8メートルとなる。高さ制限の緩い国では一般的に使われている連結部分から最後尾までが一直線状態の40フィート用の平らに大シャーシー。 トップリフターに釣り上げられた40フィートコンテナ。下部にグースネックトンネルと呼ばれるくぼみが見える。40フィートコンテナ輸送用のシャーシ。注意書きの箇所がグースネックトンネルとはめ合う。40フィートコンテナを積載したシャーシ。連結部がグースネックトンネルとはめ合っている様子が見て取れる。世界で最も一般的な貨物コンテナは大きさなどの規格が ISO によって国際的に統一されている国際海上貨物用コンテナと呼ばれるものである。この ISO によるコンテナの標準規格を将来にわたって円滑に進める専門の組織として1961年6月にヘルシンキで開催された ISO 理事会にて国際標準化機構貨物コンテナ専門委員会が設立されている。この ISO TC-104 組織により、同年9月に初めて第1回 ISOTC-104 総会がニューヨークで開催され、後の各種企画制定の元準備として、各国間での調整と議論が始まった。これらの議論の末に最初に登場した企画は、1964年7月に、 ハンブルクで開かれた第3回総会によって、現在の国際海上貨物用コンテナの基礎となる数値が決定された後、1968年に ISO668 の初代規制値として確立する。国際海上貨物用コンテナでは、複数の長さがあるが主に長さが20フィート、40フィートの2種類が用いられており、 コンテナの取り扱い量を示す単位 TEU は、20フィートコンテナ1個分を 1TEU としている。なお、制定当時のコンテナ横幅及び高さでは、この2種類を含む全ての長さのタイプで、横幅8フィート、高さ8フィートと、正方形となっていた。その後の世界的な物流事情の変化に伴う、重量の軽い貨物を、 もう少し積み込めるようにしたいとの要望により、少し正高となる8フィート6インタイプのコンテナを新たに ISO668 の基準値へ盛り込む要望が出てきた。しかし、すでにコンテナを陸送するための専用のシャーシーは世界で共通して円滑に輸送できるとの趣旨で、日本を含む地上高が低く抑えられている国々でも、 コンテナを積載した状態での地上高が3.8メートルと決定されていた。これをもとに、最初のコンテナの高さが8フィートと決定されていたこと。当時のコンテナ積載用のシャーシは、トラクターとの連結部分と、最後尾部位までが一直線状態の水平シャーシとなっていたので、すでに限界までに低昇化されていた。これらの現状での規制地内で、けん引する。 トラクター本体のさらなる低車効果は構造的に無理があり、また牽引トラクターと40フィートコンテナを合わせた全長は当時の世界共通的に通用する最長値が現代のように長大ではなかった。このために20フィートタイプのシャーシでは連結部位より後ろ側の全体を少し下げて8フィート6イン型を輸送することは可能であったが、 40フィートのコンテナ用シャーシーでは、連結部位の構造上の理由と前期のように、連結時での最長値の制限により、さらに、トレーラーシャーシ全長を均等に低床にすることが、できない状態となっていた。そこで考案されたのが、もともとコンテナの低部位には、保管時で地面に置いた時に、雨天時の床下の、水はけ事情等を考慮する必要があり、 タンクコンテナなどの一部を除くほとんどのコンテナには、フォークポケットの有無には関係なく、十数センチほどの空間が、コンテナの構造上、存在している。この床下空間を利用して、シャーシーの連結部分とはめ合う6インチの深さの、グースネックトンネルと呼ばれるくぼみを、積み込み口とは、反対側の床下に設けることで、連結部位より、後のほとんどの部位となる、 シャーシー床面全体を6インチ分下げることができた。道路運送上の要請から40インコンテナには、グースネックトンネルと呼ばれるくぼみが設けられている。これらの経緯を経て、1969年10月に、ニューヨークで開かれた第6回総会にて、まずは40フィートタイプに新しく高さ8フィート6、インタイプが ISO コンテナに認定された。 その後、遅れること5年後の1974年10月に、東京で開催された第8回総会にて、30フィートタイプに新しく、高さ8フィート6インタイプが、区分 1BB、コンテナとして、さらに20フィートタイプに新しく、高さ8フィート6インタイプが、区分 1CC、コンテナとして、それぞれ ISO コンテナに認定された。 続く1976年5月にワシントンで開かれた第9回総会にて、旧シーランド社が独自企画として使用し続けていた35フィートタイプは、コンテナ船のセル構造や20、または40フィートコンテナとの積み合わせや、保管時に、組み合わせの悪さから発生する無駄なスペース等の汎用性がないことなどを理由として申請されていた。 ISO 企画への承認を認めなかった。またこの件とは別に、ヨーロッパでの UIC からの申請されていた20フィートタイプの中で区分 1C 及び区分 1CC タイプに対してコンテナ本体を含む最大総重量を24トンまで認めることとなった。これらの各種規制緩和や、ある意味、区肉の策で編み出した8フィート6インタイプのコンテナを 積載しても、改善前と変わらぬ、世界共通の地上高が3.8メートルを維持することとなり、40フィートコンテナは、グースネックトンネルを備えた8フィート6インタイプと、また40フィートコンテナ積載用のシャーシーは6インチ段差の、ある、タイプへと、全世界へ、一気に拾り、近代のコンテナの土台となる各種の規格が完成した。また、航空機での運搬用には、 海上輸送用のコンテナとは別規格で国際的に統一されている航空貨物用コンテナがある。国際的に使用されるコンテナはその発祥時点で海上用航空用ともヤードポンド法を尺度とするアメリカ合衆国で実用化された経緯からヤードポンド法に基づくフィート単位で規格化されたものが主流を占める。なお、従来から 日本国内で使われているのは、旧日本国有鉄道時代から、鉄道貨物の輸送用に10から12フィート型の鉄道用コンテナとして採用され、戸口から戸口へのキャッチフレーズで宣伝していた、鉄道貨物用コンテナであるが、これは、トラックやコンテナ貨車等の、いわゆる鉄道コンテナ積載車両とコンテナを、接続固定する禁定装置を含めて、日本の独自企画である。 以下に、海上貨物コンテナに関する ISO668 規格と ISO 規格には含まれないものの、世界的な流通過程に影響を与えている特定戦車による独自規格を示す。なお、行島に丸を記した規格が主に流通しているコンテナである。全世界のコンテナの90%がドライコンテナ、汎用コンテナである。 20フィートタイプドライコンテナ。ドライコンテナの内部、大きなロールが積み込まれている。ドライコンテナは、身近な生活物資から、工業製品、産業物資まで、大多数の一般貨物に幅広く利用されるもので、日本語では、有害コンテナとも呼ばれる。ドライコンテナ輸送ができない、例外品としては、液体、粉体、機体類などの状態のもので、事前に、 小型容器、ガスボンベドラム缶、小型タンク類などに小口分割して準備することのできない貨物のほか、専用の管理設備、機器が必要な用温度管理品、大物品、生物などが挙げられる。ドライコンテナの形状は、箱型トラックの荷台部分のような、細長い箱型をしており、コンテナの基本タイプとして、世界で流通しているコンテナの中では、圧倒的多数を占める。 サイズとしては多岐にわたるが、当然ながら流通するその国々の事情に見合ったサイズが主流となる。例えば日韓を結ぶフェリー輸送においては10フィート型ドライコンテナであったり、日本の内航線の場合は専用のサイズのコンテナが使用される。関西発の日韓を結ぶフェリー輸送で使われている10フィート型ドライコンテナ。日本では主要先進国に比べて、 道路事情や各種規制により運用制限が多々あるために長さ20フィート40フィートタイプがほとんどであるが稀に10フィート及び日韓日中間の輸送用として近年では12フィートタイプも流通しているまた原則的に行動は走行できないが神戸名古屋などの特定地区の港では調整高コンテナも存在している ドライコンテナの積み込み口は、後部辺つま一方開きタイプが基本であるが、片側面が開くものや、両側面が全面折り土式に開くもの、一方の妻側と片側の全面が開く、いわゆる L 字に片開きタイプのもの、変わり種として、両妻側が開いて、トンネル状になるタイプもある。中には、側面の片側、または、 両側の一部分だけに開口部があるコンテナもあり、積み荷や作業環境に応じたものが選ばれる。さらに2015年に入ってからは、これまでのドライコンテナの常識を破るものとして、折りたたみ式オンフォールドコンテナ YouTube が、2015年3月24日から26日まで、中国上海で開催された、インターモーダルアジア展示会で登場した。その名の通り、 ドライコンテナの4側面をコンテナの内側に倒して最終的には薄い1枚の床板状に折りたたみ後期の折りたたみ型のフラットラックコンテナやフラットベッドコンテナのように重ねて積み上げることができ積んだものを1個の40フィートドライコンテナ状に仕立てて空コンテナの変装料金を節約するという触れ込みのユニークなコンテナまでもが登場している ドライコンテナの活用事例コンテナを垂直に立てた状態でスクラップを重機で投入して積み込む風景。ドライコンテナは極論を言えば所詮はただの鉄の箱に過ぎないので条件さえ許せばコンテナを垂直に立てて金属スクラップを重機やコンベアで投入して積み込むこともできる。またある時は カーラックコンテナの代わりに車を安価に輸送したり、条件さえ整えば、専用のホッパコンテナや、タンクコンテナかおまけの簡易バラ積みホッパコンテナや、鍵、タンクコンテナへと改造転用も可能である。積み荷の種類や、個々の条件にもよるが、こうしたコンテナ利用ができるならば、わざわざ高価な専用コンテナを用意することなく、粉体や液体を輸送できる。ちなみに、 通常のホッパコンテナへの積み込みは、天井部にある専用のハッチから積み荷を落とし込むが、前期の改造した簡易。ホッパコンテナでは、当然、そのような専用の開口部はないので、正面ドアを開けた状態で、ホッパ上部の袋の袋と、天井との横長の隙間より、水道ホースでバケツに水を流し込む要領で、大口径の専用ホースや、 キリンが首を伸ばしたようなベルトコンベアを使用して、粒状や粉末状の積み荷をフレキシブルコンテナバッグ内部へ流し込むようにして積み込み、見下ろし時はフレコンバッグの下から取り出すこととなる。さらにプラスチック製の小型液体タンクを複数積んで、ドライコンテナをカ紙、タンクコンテナに化けさせることも行われている。なお、プラスチック製のタンクを用いた紙、 タンクコンテナの場合、複数のタンクを相互に、ホースで連結するのは、液漏れの危険があるため、湖に荷卸しは1個ごとに行うことになる。コンテナの片道運用が多い場合、袋を、こうしたコンテナの利用をさせることで無駄な、空コンテナ改送費用を圧縮可能である。密閉型基本的には、床以外には、内張りも簡易な通風口も全くないために、 外気温の影響を受けやすく、外気との温度差により積み荷に水滴などが月変質したり、特に夏場などは内部の温度がかなり高温になるなど、輸送中の気温変化に対する十分な対策と配慮が必要となる。また、簡易的な通風口がないことが構造区分コードにより明確に区分されている。別高配キューブドライコンテナでも同様である。 密閉型コンテナが台風や津波などの自然災害のほか、コンテナ船の海難事故で海上や運河へ流出した場合、密閉度が高いために長時間にわたり海面に浮かびやすく、あたかも部位のような状態で海上を漂流する率が非常に高くなるので危険である。簡易ベンチレーターがついたコンテナコンテナ本体右端上部に細長い赤色の 通風口が一箇所ついている釜石フェリーコンテナの事例。ハンブルク数度車コンテナの特徴は、二箇所取り付けで、ワンセットが基本となって、簡易通風構造タイプのコンテナとしては、比較的高性能の自然換気ができている。しかし、タイプコードは G1 と変わっていない。用途としては、ドライ、コンテナとほとんど変わりはないが、 コンテナの側面上部の端に小さな縦長型の簡易通風口が複数個取り付けられたタイプのコンテナである。しかし、その能力はベンチレーターコンテナと比べて非常に低いため、全校のドライコンテナ同様、輸送中の温度変化に対する十分な対策と配慮が必要となる。また、通常型のドライコンテナとは構造区分高度により、 明確に区分されており、後期のベンチレーターコンテナでも同様である。現在主流となっている強化プラスチック製の通風口。なお、いずれのタイプにも共通して、簡易通風口からの異物、密輸品等の投入防止の保安対策規定として、コンテナ製作時や修理時において、簡易通風口の網目後継、網目の材質、強度及び、 取り付け加工方法などが別途厳格に定められている。元々の通風口本体は金属製だったために流通過程で必ず受けるスれや接触による凹み等のダメージを受けるとその修理には板金で叩き直したりひどい時にはガスバーナーで焼き切って新たに溶接し直すなど手間や維持費の負担増はもちろん見た目も継ぎはぎだらけと デメリットが多く見た目も損ねるものであった。しかし、その後強化プラスチック製のはめ込み式通風光ユニットが開発され、専用の加工用具さえあれば、溶接設備や板金等の技術なども必要なく、取り付け加工や破損時の交換修理が比較的簡単にできる。このため、近年の簡易通風タイプコンテナでは、標準的に幅広く使われている。 本体の外周及び本体上部の左右2箇所と下部中央1箇所の取り付けネジは密輸や異物投入等の不正防止のために内外ともに特殊な抗菌具材で固められているので抗菌具材を剥がす専用の溶剤や専用の工具類がないと容易に取り外しができないようになっている簡易通風口付けドライコンテナは 通常変速面の上部左右いずれかの単付近に一箇所のみ、単独で、取り付けまたは、上部左右単付近の、各一箇所付けが標準であるが、このハンブルクスード車コンテナのように、各隅二箇所取り付けで、ワンセットとなっていて、簡易通風構造タイプのコンテナとしては、比較的高性能の自然換気ができている。しかし、タイプコードは、G1 と変わっていない。 複数の表記で、セータ高コンテナの注意喚起を促している。ハイキューブコンテナとは、標準的な、高さである各種8フィート6インコンテナよりさらに背の、高さが1フィート高い、9フィート6インコンテナのことである。一般的には、セータ高コンテナとも呼ばれているが、日本語圏の210字関係者では、9フィート6インにちなみ、訓六とも呼ばれている。 したがって二0中や一般道での輸送中に高さへの注意喚起のために側面やドアへの注意書き表示のほかコンテナの上部に黒と黄色の警告色による横丁状の警告ステッカーが貼られている生まれた背景40フィート型ハイキューブコンテナのメリットを最大限に引き出した事例このハイキューブコンテナが生まれ世界中では無論 道路の高さ制限が多い日本でもこのコンテナが全国規模で輸送できるように莫大な国費を費やして日々道路整備をしている背景には今日の流通経費の削減等の根強い要望があるためである例えば軽量な品物の貨物を従来の8フィート6インコンテナへいっぱいに詰めても最大積載重量を大幅に下回ることが多いことから 少しでも多くの貨物を合法的に積載するために開発された。積み込み口は、後部辺つま一方開きタイプが基本であるが、片側、または両側面が、前面折り土式に開くタイプや、片側面の一部分に開口度があるタイプなど、積み荷や作業環境に応じた特殊なタイプも少数ながら存在する。国内では、珍しい20フィート、ハイキューブコンテナ、 日本国外では早くから広範囲に普及していたが日本国内では車両を制限例による高さ制限等の問題で普及していなかった。しかし法令改正による道路環境整備や運搬車足及び牽引トラクタ等の規制緩和で急速に増えドライコンテナ、冷凍コンテナに多く見られる。また日本国内に流通している各種の配給部コンテナは 流通コストの関係で、ほとんどが40フィート型であり、20フィート型は稀である。正高コンテナに関しては、ボーイング社部品輸送国際規格外の全長46フィート型ドライコンテナ。特殊な事例として、 ボーイング777の翼などの部材をワシントン州の同社工場へ輸送するための高さが約17フィートと通常の2倍に相当する超巨大コンテナがある。これは米ボーイングに部材を納入している川崎重工業、三菱重工業各社との間で地区限定で運用されている。これらの輸送はウエストウッドシッピングラインが担当する。 妻側に冷凍機を組み込んだ40フィートのリーファーコンテナ。側面に小型の補助ドアが備わったタイプ。リーファーコンテナは冷凍コンテナとも呼ばれ、生鮮食品、冷凍食品、生菓や低温輸送が必要な化学製品、医薬品、電子部品、フィルム、美術品などの輸送用のコンテナであり、特殊コンテナでありながら一般貨物用のドライコンテナに次いで、 数が多いコンテナである。冷凍と名前が付いているが、実際には、コンテナの冷凍器付随のコントロールパネルによって、内部温度が積み荷に最適な温度帯となるよう設定されている。例えば、肉や魚などの冷凍食品は低、摂氏20度くらい。 野菜や果物などのチルド品は摂取0度前後を維持しながら通風を行い産業用の製品で高温に弱いものは適切な温度で保持される。さらに一部の冷凍コンテナでは野菜や果物から発生するエチレンガスを除去したり送風による乾燥を防ぐために適度な湿度を補う機能を備えていたりするものや生肉用コンテナのように 天井部に肉を丸ごと吊るスミートレールが備わっているものもある。コンテナ内壁は発泡ポリウレタン製の高性能断熱材やステンレスで覆われ、内部には冷風を適切に循環させるためのダクトや床前面にはアルミ製の細いレール状の溝が多数ある。外部給電方式コンテナヤード内の専用コンセントから給電を受けるクロノス社が所有する20フィート型。 冷凍コンテナ。コンテナ内部に2 2 0トまたは4 4 0トの外部電力給電で、稼働する、冷却、保温ユニットを備え、摂氏20度から引く、摂二25度程度までの冷却と保温が可能である。200用ドアは、基本的には、短編片片側に一つだけ設けられているタイプが、ほとんどである。積み荷の特性や使用者の意向により、少数ながら、 補助的なサイドドアを設けたものなども運用されている。この他には、ドライコンテナ同様に、セータカタイプも、ドライコンテナに次ぐ量で、世界中で大量に流通している。日本国内での運用には、長さ20フィート級コンテナでは大多数が高さ8フィート6イン型で、9フィート6インにセータカタイプは、ごく稀である。しかし、近年の道路交通法の規制緩和から、 長さ40フィート級コンテナでは9フィート6。陰性高タイプがその経済性も相まって多用されている。デュアルモード方式サイドドアが2箇所に設置されているオランダ軍のデュアルモード型冷凍コンテナ。タイプコード使用。輸送先での外部電力供給が困難などの事情に合わせコンテナ本体に取り付けた。 ディーゼルエンジン発電機と外部給電を併用するもので、ごく少数に止まる。ただし、軍用、リーファーコンテナでは、展開先で電源が確保できない状況を想定して、デュアルモード型が多用されている。また、海上コンテナでは、圧倒的多数を占める外部給電方式では、給電する側に安定した高電圧の設備が必要だが、これらの設備がない。 または確保しにくい、紛争地域や発展途上国、インフラ未整備地区でも非常に重宝される。例えば、せっかくの給電型高性能リーファーコンテナがあっても、外部給電がないまたは、あっても常に安定した電力が確保できなければ、むしろそのリーファーコンテナに対する信頼度が低下し、現場は混乱してしまう。しかし、デュアルモード型は、コンテナ本体に、 ディーゼル発電機を搭載しているので、燃料に加えた小の冷却水、オイル等さえあれば、継続安定して冷却ができる。このことから陸地での長期運用時には、デュアルモード型が重宝されている。ポートホール型トレーラー輸送用に取り付けられた、通称、ランドセルと呼ばれている、ポートホール型専用の冷凍機器。ニュージーランドやオーストラリアからの欧州への輸送では、 特殊な気候を備えた、ポートホール型の冷凍コンテナも使われている。この冷凍コンテナは、断熱材を全体に配した、立方体の本体と、前扉部分とは、反対側奥のつま壁部分上下に、穴が2つあるのみで、冷凍ユニットは備わっていない。ISO 規格で定まった、位置の穴に、船から冷却風を供給、排出し循環させて冷却する仕組みになっており、 代わりに、コンテナ戦速に、専用の設備が必要である。またこの専用船では、戦争全体を断熱構造にすることが多い。このポートホール型コンテナを、船に積載する前や陸揚げ後は、岸壁近くに、冷気供給装置を備えた、専用の施設で管理しているが、そういった装置を備えない港や、トラックまたは、鉄道で輸送中では、通称、 ランドセルと呼ばれる、ポートホール型コンテナ専用の冷却ユニットを、金具を使って取り付けて管理している。リーファーコンテナで大多数を占める、外部給電式の最大の弱点は、常に電源につながって、給電を受けていなければ、意味がないという点である。特に鉄道輸送や、トレーラーなどでの輸送中には、船舶とは違って、輸送車両から直接の安定した給電は、 ほぼ望めない。このような場合には、ディーゼル発電機を内蔵した小型の給電機器を、トレーラーやコンテナ本体に取り付け、安定した電源を提供している。また、鉄道で輸送する場合は、前期の個々のコンテナに取り付けるほか、コンテナの個数が多い場合には、コンテナ自体が大型の発電機となった、専用のパワージェネレーションコンテナを搭載し、一括して、 多数のコンテナの冷凍機器を集中管理して対応している。しかし、そもそもコンテナ本体には冷凍機自体がなく強力なエアコンからの冷気を常にパイプから噴出して周りを冷やしているスポットクーラーの原理と同じポートホール型では冷気自体を常に生み出す機能を備えたディーゼル発電機付けの外付け冷凍機が必要となり必然的に機器も大型となる。 このシステムはコンテナ船速に専用の設備を設置するため建造費用や設備の維持管理に多大なランニングコストがかかる上運用にも制約が多いために現代の運用効率の向上や経費節約の流れから見れば今後は縮小されやがては消滅していくのではないかという観測があるダブルユニット型両端側それぞれに冷凍機がついた日本国内では 非常に数の少ないタイプ。積載容量確保のため、冷却装置類を2台、片妻側へ一括して組み込んだコンテナ。外部給電方式のほかディーゼル発電機も搭載している、デュアルモード方式である。二組の完全に独立した、冷却装置を、両妻壁側または、近年新しく採用されている片妻側に備えて、 長時間での連続使用に対しても信頼性を高めたダブルユニット型またはツインユニット型と呼ばれるタイプである。この二組搭載型は1万日片方の冷却装置が故障してももう一組の冷却装置がバックアップし、化成品、特殊原料、精密機器など積み込みから積み出しまでの間も一貫して常時一定温度に保つ。 必要性が重要な積載貨物に用いられる。なお、このコンテナの積み込み口は、基本的に、冷却装置が、両彩壁側タイプの場合は、長手方向の片側面、または、両側面に設置してあり、近年登場した2台の冷却装置を、片妻側にまとめたタイプでは、通常のコンテナ同様に、冷却装置設置側とは、反対側の片妻側についている。 また、海外の20フィートタイプでは、片つま面と、片側面のいわゆる、L 字に方向に冷却装置説を取り付けた非常に稀なケースも存在している。心臓配備直後の風景。つま側面に冷凍機がないことに注意。本体に貼られた炭酸ガス濃度に関する注意書き。サーマルコンテナは、日本語では冷蔵コンテナ、保温コンテナ、 断熱コンテナとも呼ばれている。断熱材で覆われたコンテナ本体には、臨時に取り付けられることはあるものの、常設された冷却または加温装置等の機械的装置が一切なく、コンテナの内部温度に関しては特に規定がない。このために、通常は、すでに予冷加温された貨物をそのまま積み込み使用したり、事情によっては寒冷地で凍結を嫌う貨物を、 輸送する場合などにも利用される。また、保温での変わった使用事例では、アスファルトの輸出入で、アスファルトが冷えて固まらないように、外付け的な加温装置で品質の維持を図る事例もある。その他、ドライアイスを詰め込み冷蔵状態にしたり、特殊な事例として、コンテナの爪側壁に設置された特殊な注入バルブより、 外部からホースをつなぎ、炭酸ガスの冷媒を、コンテナ内部全体に充填して、約摂氏50度の超低温冷凍状態に冷却する特殊なタイプもある。この超低温冷凍状態に冷却した、日本国内での代表的な一例として、輸入冷凍マグロ輸送に、長さ40フィート9フィート6インセ高タイプの運用が、 静岡県清水港や東京湾岸の不当で確認されている。しかしこの方式では大量に扱う二酸化炭素からの環境問題を呼び、低、摂氏50度の超低温冷凍状態を維持できる新型の冷凍コンテナの登場により国内では使われなくなった。ハンガーコンテナ内部の二段釣り一例。ハンガーコンテナは衣類を輸送するためのコンテナである。ドライ。 コンテナと同じ外形をしたコンテナの内部にハンガーをかけられる取り外し可能なパイプ状のラックが多数備わっており、コンテナ内部が絨毯で保護されている場合もある。このため空になった後にコンテナの有効活用と空コンテナをわざわざ改装割引運賃が適用されない正規の運賃を払って送り返すという諸経費の無駄を省くための工夫が必要となる。 例えば、空海藻冷凍コンテナなどでよく使われる輸送方法である雑貨物資を帰り荷物として詰め込むことが考えられるが内部が絨毯で保護されているなどの場合多大な手間暇かけてコンテナ内部にビニールシート類を敷き詰めて荷物の汚れが直接つかないようにするなどのある意味で使用用途が限定されるコンテナである しかし衣類を畳まずに吊るした状態で輸送することができるので、商品の枝見防止や、積載品数の増加、梱包資材の節約、さらには出荷時に納品先の店舗仕様に、あらかじめ札付けの準備をしておけば、流通中間で一切の手を加えることなくあたかも製造工場から自家輸入したようになるので、 これにより商品流通側から見れば、経済性向上や二役労働環境の改善、流行物の,の衣類もスピーディーに仕入れることができる。なお、コンテナの外観上からは、特に、ハンガーコンテナー、または、日本の鉄道コンテナで見られる、ハンガーコンテナなどと特段の表記や、一部の選手会社のように、ハンガーの絵をデザイン的にペインティングをしていない限り、 通常は見分けることが非常に難しい。また、1995年改定の ISO 規格コンテナ構造区分コードでは直接該当するタイプコードがないため、通常的に割り当てられているドライ貨物用の G0 または G1 が付与されたり、割り当て不能時に便宜的に総括付与する G9 が使われる場合がある。ベンチレーターコンテナ。 上下に網目状の通風口がある。ベンチレーターコンテナは、ドライコンテナにベンチレーターを取り付け、コンテナ内部の空気が常に換気されるように工夫されたコンテナで、日本語では通風コンテナとも呼ばれる。野菜や果物、植木等の樹木など、輸送中に換気が必要な物資の輸送に使用される。換気方法としては、コンテナ側面へ、 無数の網目状の通風口を全面的または、体上に上下に取り付けた、自然換気型と強制的に換気する、機械式換気型のタイプに、コンテナ構造区分コード上でも区別されている。なお、いずれのタイプにも共通して、通風口からの異物、密輸品等の投入防止の保安対策規定として、コンテナ製作時や、修理時において、通風口の網目後継、 網目の材質、強度及び取り付け加工方法などが別途厳格に定められている。中国 CMC 社で製作された20フィート型タンクコンテナ。タンクコンテナは、油類、化成品、各種ガス、濃縮荷重、原種、食品原料などの液体や機体を輸送するためのタンクを備えたコンテナである。洗浄技術の向上により様々な用途に転用でき、 効率的な運用を図ることができることから ISO 規格長さ20フィートのものの普及が急速に進んでいるが特殊化製品や各種ガスの小ロット輸送用の長さ10フィート型及びヘリウムガスなどの各種軽量ガス輸送用の40フィート型も存在し日本国内でも化学工業の並ぶ地帯を主体として運用されている特に近年の医療機器で 重要視されている画像診断装置の一種である MRI 装置の冷却に欠かせないヘリウムガスは全量を輸入に頼っているためにこの専用コンテナでの輸入事例が年々活発に行われている積み荷の性質や用途により危険物用と非危険物、普通品用の2種類に大きく区別されさらに構造面から完全液体用と 液化気体及び機体の両用となる、いわゆるガス類用のタンクコンテナに分類される。このため、様々なコンテナ外観、タンクの高さ、後継種類があるほか、積み荷により加温、保温機能や、逆に冷凍コンテナと同様に専用の給電コンセントから送電を受けられるものや、外付けの発電機と接続する給電式の冷凍機を、片妻側に備えて、 積み荷の品質管理を行うタイプなどがある。代わり種としては、主にアスファルトや特殊なオイル類用に運用されている、ドライコンテナと同じ完全な箱型の外観のものがある。これは、箱型構造ゆえに圧力には弱いが、積載容量を最大限に引き出せるというメリットがある。なお、粉末状、または粒状の穀物、化成品、鉱物、 食品などを運ぶタンク形状のコンテナも存在するが、積み荷が乾燥粉末や粒状の場合は、コンテナ構造区分コードでバルクコンテナとなる。また、排出のためにバルブ、アタッチメントを用意する必要がある。危険物用海上輸送上の危険物用タンクコンテナへ積み荷を充填する際の注意点は、原則として充填率80%以上。 95%以内に収める規定として、国連機関で定めている危険物輸送の規則がある。なお、日本国内での事例として、危険物用、または非危険物用のいずれかで港で取り扱う際には、今後の区分に関して、危険物用として、消防法による危険物が明確に指定される貨物を危険物、貯蔵ヤードで保管する場合と、消防法には、 触れず、引き見物用として、普通のコンテナヤード保管するも、校長の許可が必要な毒性がある液体の腐食性物質の貨物をどう取り扱うかと、一石を投じる事案が発生している。引き見物用フラットラックコンテナに乗せられた、クーガー走行車。フラットラックコンテナでのサイズオーバー積載例及び、200方法事例。フラットラックコンテナは、 ドライコンテナに積載できない大型機械、円筒形工場用設備、木材、石材、鋼材、工作物、インゴット、大型タイヤ、各種車両、小型ボート、各種ケーブルドラムやロール状の鉄板などを積載するため、天井、両側壁がなく、土台となる、床の他に、両際壁、または、四隅の柱だけの開放型コンテナである。なお、 コンテナ構造区分コード上は、これらの爪壁や柱構造が固定された、完全固定型と、折り倒し可能な可変型などに区分される。これらのコンテナは、固定型であれ、可変型であれ、基本構成は両端にある四隅の柱が主体となる、ために、関係者の間では、単に、ラックコンテナと呼ばれている。通常は、海損防止のため戦争内に積載されるが、 コンテナ本体より一回り大きな貨物を積載する場合も多々あり、上に他のコンテナを積み重ねられなかったり、周りに他のコンテナを密着して並べられないことがある。この場合、戦争スペースが消費される分だけ輸送運賃は高くなる。日本中央の白色登録番号表示右側は JR 貨物専用の禁定装置が半回転して下向きになり、 装置の出っ張りをなくし、フラット状態になっている。同じく表示ひばり側は、国際規格で採用されている12フィート型のコンテナ下部の四隅を固定するツイストロック用の爪が常に出っ張った状態でセットされている。前期 JR 貨物用12フィートコンテナを積載した場合は、接触しないようにそれぞれのツイストロック位置により、左右いずれか側へ、 半回転して床がフラット状態になる。日本の長さ12フィート鉄道コンテナを3個積載して1個の長さ40フィート9フィート6、陰性高、海上コンテナとして輸送できるラック貨物コンテナも存在する。もともと日本の12フィート鉄道コンテナの貨車、トラックへの固定は日本独自規格である半自動式中央金定方式で行われており、 国際会場 ISO 規格のツイストロック方式とは互換性がない。このため、鉄道コンテナ単体での国際輸送は、トラック積載状態での日韓フェリー輸送などのごく一部の事例を除き事実上不可能であった。これに対し、日本国内の規格を変更することなく、鉄道コンテナを国際物流に乗せるため、ラックコンテナに、 鉄道コンテナを乗せるという発想が生まれた。このラック貨物コンテナ床面には、収納可変式の半自動式中央金定装置と、ツイストロックが3組分備えてあり、変装時に積載する鉄道コンテナがなくとも、通常の汎用ラックコンテナと同様に他の貨物を積むことができるので、型にによるコストアップなく運用できる。なお、このコンテナは、 両端の4本柱が固定式になっている。このほかコンテナ製作費が安かった時代には、中国や韓国から12フィート鉄道コンテナを逆輸入するために、12フィートコンテナを1個積み付けるための四角形の骨組みだけを設けた、20フィート型ラックコンテナも存在した。ただし、 積載効率が非常に悪く輸送コストもかかるので運用されるのは試作品や冷凍コンテナのユニットなし本体のみなど特殊な事情がある場合に限られる。この薄型タイプは各種車両や特殊な建設車両の輸送に対応される。主に車両運搬船や国際フェリー等の船内看板区画へフォークリフトで直接運び込まれる。別名。 プラットフォームベースとも言う。基本的には、全校のフラットラックコンテナには、ある4、炭柱すらない土台となる床だけの変わった、床板タイプのコンテナで、関係者の間では、単に、フラットコンテナと呼ばれているが、長手方向の両側に、簡易差し込み式のいくつかの補助柱を備えたタイプも、多く存在する。しかし、 コンテナ自体が土台となる床だけのタイプゆえに、基本的には取り外した複数の補助柱を、コンテナ本体内に収納できないため、これらの付属品管理が難しいのが難点である。貨物を積載した場合には、仮に補助柱を使用している状態でもこのコンテナの上に、他のコンテナは、補助柱の強度や、あらゆる安全性の観点により一切断積みが、できないために、 必ず、デッドスペースが発生して、ヤードでの保管時は、もちろん、特に船舶に積載しての輸送時には積み込み場所が、制限、または限定されるリスクがある。例えば、コンテナ6個分の建設用機械類を輸送する、場合に、全校のフラットラックコンテナを使用しその機械の寸法がすべてコンテナからはみ出ていないのであれば、ヤード保管時でも密着して倉置きができたり、 段積みもできるために、専有床面積は、コンテナ2から3個分で済む。また、船舶輸送時であれば、さらに多段積みができるので、専有床面積は1から2個分で済む計算となり、この場合は、他のコンテナと同等の効率の良い運用が可能で、運賃面でもデッドスペースの割り増し料金が付きにくい。これに対して、このフラットコンテナはもともと、段積みできる。 四隅の柱がないので、貨物を積載した場合は、コンテナの段積み自体が全くできず、輸送運賃や保管料の面で割増料金を課せられ、さらに運用ルート及び、使用方法が大幅に限定される。構造的には非常にシンプルながらある、意味、運用コストのかかる特殊なコンテナである。全校の折り倒し型及び、 この床だけのタイプは積載物なしの場合に、数段の積み重ねができるが、この状態での船舶以外へ積み込んでの回送輸送は、ごく一部のものを除き、構造安全上できない。ただし、参考事例として、国際的な輸送はできないが、日本国内専用の JR 貨物指定の、同様構造コンテナの一部には、数個をまとめて段積み回送輸送ができるタイプのものも、 ある、オープントップコンテナの積載例。オープントップコンテナは、屋根部分が、通常の固定された強固な天板の代わりに通常、ホロや防水シート類が貼ってあり、これらを取り外しクレーンにより開いた、上部か口後部からの二役ができるため、ドライコンテナに積載できない、高さのある貨物や、コンテナ壁面のドアからの搬出入り作業が困難な、重量物、長尺、 異業貨物を主に積載する。日本語では無害コンテナとも呼ばれている。なお、コンテナ本体よりさらに高さのある貨物を積載する場合も多々あるので、天井シートを駆使して盛り上がっている部分を包んでいるが、特に北九州下地港の立浦不当地区でよく見られる輸出品である鉱山用巨大ダンプに使われている大口径のタイヤは、 背丈が高すぎるために、天井シートが使えないので、あえて丸裸状態で、トレーラー輸送したり、コンテナ船等の船舶に積載することとなる。青い40フィートコンテナの上部全体を覆う、黄色の聖高貨物専用アタッチメント。なお、積載するとき等の二役作業時は、ジブクレーン等で、直接、ワイヤーロープを使い、 コンテナ上部四隅のツイストロック用ホールでの4点、釣り上げ作業以外では、ガントリークレーンを使った、通常のスプレッダ装置での直接釣り上げはできない。この場合は、フラットラックコンテナの2役でも多用されている足長4本、足テーブル型の専用アタッチメントを取り付けて、釣り上げる。このように、天井シートが盛り上がる場合や、丸裸状態では、 フラットラックコンテナ同様に戦争内及び戦場では大きなデッドスペースが生じるため積載位置が大幅に制限されたり場合によっては割増し運賃となるので輸送運賃は高くなるリスクが付きまとう。また積載する船舶や航路によっても受け入れスペースに余裕がなかったりスペースを確保できても積載個数が限られて輸送プランが計画通りに進まず 小取引にも大きな影響を及ぼす恐れも多々ある。その他、少数ながら高さが4から6フィート程度のハーフ型も積み荷を限定された専用貨物輸送用として存在する裏技として使用された事例。広島県三原市内での関連の災害ゴミの積み込みが終わり、飛散防止のためにコンテナの屋根蓋を クレーンで吊り上げて元通りに蓋をする直前の風景。コンテナ構造区分コードでは別タイプとなるが、外観はドライ、コンテナと変わりはないものの、屋根の天板部分全体をクレーン、またはフォークリフトで吊り上げて開閉するタイプで、少数ながら日本でも流通している。ただし、このタイプは重い屋根の天板部分全体を吊り上げて開閉するために、 二役作業前後に多少の手間がかかる。従来のオープントップコンテナでは、ほとんどに採用されている、布張りのホロや、防水ビニールシート類が貼ってあるために、積載貨物の状況に応じて天井が盛り上がるように、貨物を積載したりするような柔軟性に優れているが、このコンテナは、屋根全体が1枚または2枚の鉄板外でできているので、 コンテナ本体内寸の高さより、背の高い貨物は全く積載できない。しかしその反面、このコンテナの上には、他のコンテナを何段にも積み上げできるため、戦争内でのデッドスペースは全く発生しないので、割増料金などのコストが節減できる。自動車輸送専用のコンテナで、大きく分けて固定ラック型と折りたたみラック型に分かれる。 固定ラック型三段積み状態の風景。このコンテナは上下の区画を仕切っている中央の床板が少し下がっているので上段はワゴン車等を収納し下段は乗用車用に分かれている。床板と中間床そして側柱からなる棚型のラックコンテナである。多くの場合は最上部に固定された屋根がついている。このコンテナは構造自体が 鉄の骨組みだけというシンプルな構造のために、製作コストや後のメンテナンス費用が安くつく。しかしその反面、二階床が固定されているために、二階部分への出し入れには専用の高所型スロープまたは飛行機に貨物を積み込むような高所リフト等が必要であり、車高の高いトラック、またはバス等は積載できない。さらに全体が固定型のために、 帰りにのない開始改装時には無駄な運送コストがかかる。また一部にはトラックやバス等の聖高車種専用として中央で区切っている部位がなく車両を1台のみ貸し切り状態で積載する専用のタイプもあるがもともと乗用車より需要の少ない限られた車種を輸送することから滅多に見かけることがないある意味レア物的なコンテナといえる。 スーパーカーなどの高級車は車体への傷や盗難を防ぐため通常のコンテナに1台のみ積み込まれる。折りたたみラック型アルゼンチンのコンテナヤードに並べられたカーラックコンテナ群このタイプは上下を仕切る床部の高さを自動車輸送用のキャリアカーと同様に自由に変えることができる。このため前後の固定型のように 生高車種の二段積みができないなどの積載制限も、コンテナ本来の最大高または、輸送地域の最大地上高を超えない限り受けずに済む。さらに、積み荷がなく不要になった時は、人力で折りたためば、フラットベッドコンテナのような、薄い一枚の板状になるので、複数個で輸送して変装する場合は、これらを折りたたんでまとめて一個のドライコンテナのような、 状態で変装できるので、変装コストが大きく節約できる利点も備わっている。またコンテナヤードでは、輸送時のような高さ制限をほとんど受けないので、多段積みすれば、実質的な占有敷地面積も大幅に抑えることができる。難点は、構造が複雑ゆえに輸送中に必ず受ける衝撃や、 接触リスクにより故障が発生しやすいことが避けられず、維持管理費が比較的かかるほか、組み立てや折りたたみ時に人手と作業時間が多少かかる。短手方向に車を積むカーラックコンテナ。代わり種としては、いわゆる折りたたみ式のフラットラックコンテナを応用した事例もある。通常の二段積みでは構造も複雑で、積載台数もほとんどの場合が、 中列駐車状態で4台程度が限界であるが、フラットラックタイプでは発送の転換で横向きに積載するために常時6台を積載できる。コンテナ自体の構造も比較的簡易なので損傷も受けにくく作業も比較的簡単である。また2段積みタイプと同様に両サイ壁側が倒れるので段積みでまとめて変装もできる。ただし、 最大の欠点として、真横に積載するために、輸送中で4メートル強の車幅を必要とするので、当然ながらこの状態で輸送できる、道路環境が必須条件となる。また積み荷の特性上、コンテナ船での積み込み場所は、波しぶき等を受けにくい戦争に、ほぼ限定される。このために、例えば2個を輸送する場合には、ベースとなるのコンテナスペースとして、 5個分の積載スペースを必要とするので、当然ながら積載効率も悪くなるので、これに対する割増料金の課金は免れない。このように積み荷自体が特殊なものなので、カーラックコンテナの利用できる航路も地域も限られて、くる。20フィート型のペンコンテナ。画像は制作基準の緩い日本国内専用である。牛、馬。 羊等の生きた動物を輸送するためのコンテナ。屋根、通風窓、掃除口、排水口、餌箱等に独特の工夫がされている。このようないわゆる動物コンテナを国際輸送する場合には、専用の付き添い人が乗船して、世話をする場合と、コンテナ船の船員に委託する場合の二通りの方法があるが、どちらの場合でも生きた動物を輸送するために、 特別の配慮と、こまめな世話が欠かせない。重費の輸送に使われるコンテナ。重費からは、ハイドジュースと呼ばれる汁や臭気が出るため、特別な対策がなされている。穀類や粉状、粒状の貨物の専用輸送に用いられるコンテナ。基本的には、箱型と丸型に分かれている。箱型コンテナの上部に開口部があり、貨物を流し込むことができる。 丸型丸型バルクコンテナいわゆる液体用タンクコンテナを粉物用に置き換えて使用する。主に冷凍コンテナの冷凍機や外部の機器等に安定した電源を送電するためにディーゼル発電機やガスタービン発電機を搭載したいわゆる電源コンテナを指す。ありがとうございます。